皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ビートローズのこんな感じです。です。です。第何回でもない。何回でもない気まぐれってやつですか。気まぐれ配信です。気まぐれ配信。はい。ね、今日は、はいはい、もうあの1月も終わろうとしているというところですね。そうですね。もうあっという間だよ。みんな元気かな。元気？なんかねニュースとか見てるとちょっと。どよーんってしちゃうけど、うん、気分が塞ぐよ ね、 なんかね、まあ、値上げ値上げで大変ですよ。気にしないでいかないとね、うん、もう、そう、ね、そういうこと気にせずにいける難しいところだな。なんかこう、うん、請求書とか見ても気のせい請求書、ね、気のせい請求書請求書を見て気のせい気のせい、この金額は気のせいだって。この人いつか新聞になりますどういうふうに確実に続け確実に引かれるからね。でもね請求書はね、そうね、大体引き落とされますからね。そう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 、うん、でもなんか3人前に集まってどうしたんですか。なんか報告でもあるんですか。ないんですけど、はい、あのね、なんだっけ、敦子さんが言うには、はい、もうあの私たち遠くないって、うん、だから最初ぐらい並んで喋ったらいいんじゃないの。並んで喋りたいと。そう見てる方は、うん、多分遠いと面白くない、なんか、うんね、ちょっとストレスかなと思って、という意見もありますけど、こっちのカメラほとんど今誰も映ってない。こっちはなし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 、なしなの。最初の方で、最初はこちらで、そうですか。最初はこちらで、あね、ね、ちょっと前出てく私たち、元気？いるよ。照明の関係ですごい、あ、光ってる、光ってる、光ってる。元気？これ見て面白い人いるのか。分かんない。いやでもやっぱ、うん、ちゃん分かんないですけど。あでもね、前回もコメントをいろいろいただきましてね。ありがとうございます。お正月の餅の食べ方とか。あ餅の食べ方ね。うん、いろいろ教えてもらいましたよ。ね、詳しくは前回のこんな感じですを見てほしいんですけど。はい。うん。ね、ちゃまくんは元気にやってんのかな。元気なのかな。最近ちょっとチェックしてないんだけどね。ちゃまくん、ちゃまちゃまくんが出てないと、ちゃまくんのご両親も見ないんだろうね。まあ見ないでしょうね。じゃあ今度はあのここら辺にこうちゃまのこう、うんうん、ね、入れちゃんと許可取ってくださいよ、ちゃまくん。ワイプインして、そうだね。そうそうそう、うん、元気だったら連絡ちょうだいそんなに離れてこの前今年もよろしくねっていう連絡したじゃないか。ちゃんとご飯食べてますか。しましたよ。ん、今年もよろしくお願いしますって。そうか。あ、我々のそのコミュニティね、バンド内コミュニティで挨拶をして、うん、でも1ヶ月ぐらいは会ってないよね。会ってない、会ってない、うん、了解しましたっていう返事だけで最後はね、多分。え、そうだっけ、うん、了解しました。まあまあ元気にしてるならいいよ、多分元気だよ、ね、そうだね、ということで、うん、本当は先週あの撮って配信しようかっていう話だったんですけど、あ、そうですね、ちょっと小島家のね、ちょっと小島家いろいろありましたね。いろいろね、発熱者が出た、はい、まあ、そうそうそう、大丈夫だったんだけどね、結局はね、発熱して、陰性のまた陰性のって感じでね、うん、そうかそうか、はいはいはい、ね、最近また流行ってますからね、実は。そうだね、うん、そうなんだ、そう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 。ところで、はい、あの深谷の方は寒い。深谷の方はですね、すごいですよ。寒い、あの寒波っていうじゃない、うんうん、寒波プラス風、寒波プーっていうの、寒波プー、寒風です。ただの寒風でしょ。そう、あのね、試しにこうね、どんだけあれなのかなって、うん、風を浴びると、うんうん、あのマイナス4度なんですよ、朝、うんうん、マイナス4度 で風を浴びるとどうも2度ぐらい下がるっていうんですね、うんうん、マイナス6度、本当かよと思って、水を試しにこうシャワーってホースでシャワーってやってみたの、うん、そしたら2分後ぐらいにもうカピカピ、トゥルトゥルです、トゥルトゥル、ね、危ないね、うん、すごいんですよ、埼玉の北部熊谷の風の強さたるや、あの辺をね、赤城おろしっていうね、赤城おろしですよ、すごいのが吹いてるから、赤城おろし、浅間おろし、いろいろありますね、うん、雪は降りました。雪はね、降ってないけど、この間あの空気が凍って、何、ダイヤモンドダストだみたいな感じが一瞬こう、マジで深谷で、深谷でゲレンデで見るやつじゃない、ゲレンデで見るやつ、あれが下全然雪も何も降ってないよ、キラ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 、街中で見れちゃった、朝の7時ぐらいですね、うん、
ゲレンデといえばさ、はい、20年ちょいぐらい前まではさ、はいはい、小島ちゃん結構スキー上手だからさ、うんうん、ブイブイ言わせてたけどさ、こうシャーシャーってさ、ブイブイね、うん、言わせてましたね。最近はどうなの、うん、スキーとかは。最近スキーね、いやスキーはもう滑れないんじゃないかな、でも行きたいなとね。筋トレからだね。そう、筋トレからだよね。筋トレしないと死んじゃうよ。膝がね、膝がまずね。前はね、あのほら仕事場でこう階段があるじゃない、うん、階段降りる時もこうっていう風にやってたんだけど、今やね腰がやばい。やっただけでちょっとまあまあすいません、こんな年寄り話はいいんですよ。この2人はスキーが得意なんですよ。あ、だってこの人は地元スキーって、ね、地元スキーね、小学校の通学でスキー履いて通学する、まあ、家族でよく行ってたね。近いといいよね、うん、近くもないけどね。あ、そう、海の方だから私。あ、そう、うん、車飛ばして2時間ぐらいで行ってたよ。そんなにかかる？あのね、うん、遠くのとこいいゲレンデに行ってたから。いいゲレンデは遠くに行かないとなくて、ね、うん、そうそうそう、行ってました家族で。か、まあ、今年はちょっと1回ぐらい行ってね。ウィンタースポーツね。ウィンタースポーツちょっと滑らないにしてもね、こう子供、お子供連れてこう行ってみたいなと、うん、思うわけですよ。ついでに滑ってこようかな、怪我しないように。はい、はい、絶対すると思うよ、そうやって。あれ、ね、まあほら今さ、あのなんていうの、こんぐらいの短いファンスキー的なやつ。ファンスキー、そうそう、あれね、割とスケートみたいな感じで。あれやってみたいんだよな。あれどこでも行けるんで、うん、ちょっと。そうですか。はい、また何かあったら報告します。うん、そうですね。ね、怪我の報告とかします。はい、怪我の報告とかします。やめてよ、予言すんのやめて。ね、ちょっと一曲やってみる。はい、あ、一曲やろう。並んでんのもあれだからさ。そうね。そうそう、散ってもらって。この並ぶのどうなんだこれ。まあ画角が変わっていいかもしれないね。うん、まあ、俺の額光線がすごいね。ささチェックワンツー。さあさあ、新年2回目のこんな感じです。ですけども、今日はダラダラやりますから。ダラダラ、みんなもダラダラ見るためにこれ見てんでしょ、みんな。そうね、多分なんか巷ではさ、うん、短い動画がいいって言うじゃない。なんかこう、ああ本当にすぐ飛ばされちゃうから。もともとやっぱこれ見てる人たちは、うん、割ともうだらだら見たい人たちだと思うんだよね。なるほど、うん、だからもうゆっくりやればいいよ。じゃあ曲もゆっくり、うん、曲はゆっくりじゃなくていいんだけど。曲はゆっくりじゃない、ね、カメラよし。さて、じゃあ、今日は1曲目に「お小さな愛」っていう曲。なんかさ、何ちょっとやろうとしたのに、なんか一日が早すぎるんだよね。今朝もね、おうおうおう、朝ごはん作ったんですけど、おうおうおう、あれさっき作ったよなみたいな感じ。分かる、寝る時もあれさっき寝たのにもう寝る時間かみたいな。さっきからずっと料理してるなみたいな感じか。うん、なんかね、もう毎日同じことばっかやってるとね、うん、わけわかんなくなってくるんだよね。そうね、うん、まあ、そんな気持ちを歌った歌です、はい、あ、なるほど、はいはい、では聴いてください。小さな愛。それでは聴いてください。、はい、小さな愛。終わられて今日も街に
ありがとう。ありがとう。はい、小さな愛でした。小さな愛。ね。ね。うん、これもういい？前出てこなくて。前出てきた方がいいですか？いえ、大どうですかね。まあ最初だからまあいいやね。いいか。ね、そろそろそう節分の時期ですけど。豆まき。豆まき。あの急に節分の話してる。恵方巻きってなんかやっぱ毎年思うけど、うん、なんかちょっと最近作られた感があるよね。あ、あれいつから言ってる。だって恵方巻きなの。恵方巻きは平成になってからじゃないかな。絶対コンビニかなんかの策略だよね。あ、そうですよ、そうですね、はい、バレンタインのチョコレートもそうですね。そうだよね、はい。え、でもさ、恵方巻きをやるうちの方が、うん、豆巻きをやるうちよりも多いんでしょ今。あ、そうなの。らしいよ。豆の処理が大変だから。そう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 。どうやって片付けんだこれうちの中でよみたいな。あ、そんな感じで。そっか、巻くからね。そうそう、リアルに巻いちゃうね。もうそうそうそう。ただ昔はなんだっけ、鬼は外ね、うんうん、言ってたけど、最近もう言わないんでしょ。福は内しか言わないんでしょ。福は内しか言わないらしいよ。なんか鬼は外で、外に1個豆投げるんじゃないの。あ、外に1個豆投げるの。うちだけかな、新潟方面では。いろいろね。そうそう、うちはそうだった。地域とか、はい、各家庭によっても違うからね。なるほど、これは興味があるね。これ昔は、うん、うちはもう完全に、うん、その本当の豆をバッキバキに投げてたよ。ズワーって。あの家の中、うん、家の中で。あ、マジで。だからそれは楽しいね。掃除するんだけど、うん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 、その後1ヶ月ぐらいは いろんなとこから豆が見つかってた。 あ、ね、ここにも豆がみたいな。ちっちゃい時は見つけては食べ、見つけては食べ。あ、食べれるうちはいいけど。食べてた、食べてた、ね。うん、あれ新潟の若月家はね、新潟の若月家、うん、あの福和内の時に、うん、お菓子もブワーって巻くの。ピーナッツとお菓子、こうちっちゃい袋詰めになってるお菓子あるでしょ。ああ、まあ、あのキャンディーとか、うんうん、はいはい、ボワーってなあの投げて、取り合いになるじゃんそれ。そう、ザザザザ。だから1ヶ月ぐらいお菓子に困らない。それも面白いね。それあれだな、れいい、ね、亀田製菓の策略だな。そう、策略わかんないけど、そうそう、うん、よかったよ、ね。まあちょっとね、お米のお菓子の王国だからね。そうそうそう。豆と米とね、うん、亀田だったりさ、亀田さんだったり、あとなんだっけね、あるじゃないですか、三幸製菓とか、岩塚製菓、すごいね、美しいんだよね。ブルボンもそうだよね。ブルボンも新潟、ブルボン、ブルボン新潟の方が美味しいでしょ。ブルボン美味しい、美味しい、うん。で私があれじゃないけど、私の会社じゃないけど、私の会社じゃないけどね、新潟ね、地元自慢ね、うんうん、いいですね。深谷はネギしかねえからな。深谷ネギってすごい美味しいらしいんじゃないもんね。最近すごい出回ってますね、おかげさまで。深谷の人はあれしか食べないよね。深谷の人は逆に深谷ネギが、手に入らない状態が続いてたのかな、割と人気だから。そう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 、割と地方の方に深谷ネギが飛んでいっちゃって、実はこっちに食べてるのは草加ネギなんじゃないかという話もあったりする時期もありましたね。県内の、県内の美味しいネギを、うん、この間テレビでやってたけど、はいはい、あの深谷はやっぱ野菜王国だっつって、野菜がとにかくすごいとか言って、そうそう、いっぱい、ね、ブロッコリーとかもすごいらしいよ。全国シェアナンバーワンだっけな。そうなんだ、うん、もういいとこ住んでるね。寒いけどね。寒いけどね、風がね。いや本当、水まいたらすぐ凍るからね今ね、うん、気をつけてね、みんな。きついよね、もうね、冷風を浴びてこう目が真っ赤になっちゃってる、うんうん、今日会った時目が赤かったんだよね。そしたら二日酔い。どうしたのって言ったら、取り目、寝不足、うん、寒くてみたいな言って、まあまあいろいろあるわけですね、小島家も。はい、そうですか、はい、まあね、日々大変だと思いますけどね、うん、皆さんね。そうですね、はい、皆さんの節分事情も知りたいということで、いやいや、ね、はい、じゃあもう一曲やる。もう一曲。そうだね、はい、節分事情知りたいお便りは今回は、あ、この YouTube の、 あのコメント欄に、はい、ぜひ節分事情をね書いといて、書いといて。うちの近く の、 あの神社の節分祭は今年もなんか取りやめになったらしいんですけど、ほうほうほう、割とリアルな鬼が出てきて、
リアルな OM？ かなりリアル。へえ、うん。顔にペイントして本当結構怖い感じ、まあ、生ハゲに近い感じのが何人も出てくるみたいなやつなんだけど、それもねやっぱ今年もなくなったという、ね、すごいなそれは話で、ね、へえ、ね、見てみたい、うんうん、でも今年もやってないからね。そっか、うん、え、渡るはその鬼当番とかないの？こう鬼当番はないね。鬼当番、うん、鬼当番ないな。そりゃ残念なんだ。まあ、うん、じゃあそういうことで、はい、鬼といえば、鬼といえば、鬼といえば猿でしょ。そうですけそうですけっていうのそうですけ新潟弁が出ます、ね、違う、そうですけそうですけそうだっちゃそうだっちゃそうですけ鬼といえば、まあ、やっぱ鬼退治はね、猿鳥キジキジで、あ、桃太郎、桃太郎的には、なるほど、桃太郎の側近である、そうそう、猿、まあ、桃太郎伝説もちょっと話し始めると長いのでやめときましょう、やめときましょう、はい、これ地元の話ですけど、岡山のね。それゲームの話？いや違う違う、桃伝じゃないよ桃伝じゃない、違ったかじゃあ、まだこれ新しいアルバムって言っていいんだよね、1年経たないね。新しいアルバムです。次が出るまでは新しいアルバム、ね、そうです、はい、はい、その通りです。じゃあ未来っていうアルバムの中から猿を聴いてください。に猿が一匹座っている。くぐもったガラスの向こう、光る海を見ている。不機嫌なウェイトレスも濁ったコーヒーももうここにはないし、古いスピーカーから古い歌は流れてこない。駐車場で余ったパンケーキを投げてくれた。あの孤独な老人の姿はもう見当たらない。人々は今や電波の海で暗闇のように暮らし、痛みを感じない代わりに人の痛みも感じない。聞こえてくる
った場所は当てもなく旅を続け、当てもなく車を走らせ、たどり着いた場所は ありがとうございます。さあ今後の予定を、はい、はいはい、でも前回もお話ししたから、はい、もう一回言いますか今回はいいの、前に出てくるちょっと用意してないだけなんですけど用意してないですね。うろ覚えでいきますとそんな情報そんな情報いりません。うろ覚えでいきますと、小島ちゃんちょっとはい、スマホでちょっと調べて、スマホでちょっと調べるちょっとまず2月の、はい、10日金曜日は阿佐ヶ谷のハーネスで自分が弾き語りツーマンをやります。これ流れさんとツーマン弾き語りツーマンライブです。これは平日なんですけど、ぜひぜひね来ていただきたい。おおおお、何してんの事故大丈夫かな。ライブになっております。ね、これ自分のマイクを今引っ掛けてね、自分の持ち込みマイクを引っ掛けて、なんとおそして2月の、じゃないや3月ですね、我々、ね、はい、バンドで始動しますが、はい、はい、3月いつですか。3月の3月はないですね。3、2、1、3月自分の弾き語りのツーマンでした3月21日これは3、2、1、何曜日でしょうか。これはですね、火曜日これ祝日3、2、1、これは中野ステレオというところで黒沢大輔さんと、これもツーマンですね。いいな、はい、やろうと思います。中野ステレオ、はい、そして4月か、はい、我々が4月始動するのは、はい、はい、4月の22日土曜日、はい、水戸ペーパームーン、ペーパームーン、23日、はい、日曜日、川崎クラブチッタアティック、アティック、はい、でクラブチッタライブをやります。これまだ未来ツアーの続きということで、続きね、その先の未来行ったことないところに、うん、行ってみようということで、うん、そうです。いいね、じゃあその先の未来っていう副題をつけておこう。あ、いいじゃない、ね、今決まった、はい、その先の未来、はい、うん、4月22、23いらっしゃる方はぜひ遊びに来てください、ね、水戸行ってから川崎に帰ってくる。そう、ね、もう川崎ってライブしたことないですからね。川崎ない、ないか、ないあるか、ない、ね、そう言われてみるとないかもしれない。ないかな、横浜はね、あ、いや、そんなことない、あ、ないか、ない、ない、川崎ない、川崎はない。新たな地へ行ってみたいと思います。水戸のさ、ね、宿泊とか大丈夫。もう水戸の宿泊はそろそろ考えないといけない考えます。なるほど、次5月、はい、次が5月の13日土曜日、5月13日、福島郡山ピークアクション。おお、ピークアクション、久々の、ね、久しぶりに東北に行きます。これ、ね、なんか出演者が結構いるんですけど、うん、すごくいいらしいです。台湾の人たちが、お、うん、楽しみですね。その中でね、うん、我々がどんな演奏を見せるのかと。ピークアクションですからね。ね、ピークアクション。ピークアクション。はい、これチャマくんもいますよね。チャマくんも誘っております。水戸も川崎もいます、ね。水戸も川崎もいます。はい、そうですね。ね、じゃあもう4人でバシッとね、バシッと決める感じで。また他にライブなど決まりましたらご連絡いたします。はい、ご連絡いたします。どうやって仕事か。何の仕事だろう。メールします。メールしないよ。メールもしないよ。メールもしないよ。メールもしないよ。はい。あとは私たちはどうしますか。あとね、曲作りしますね。そう、曲作りもしますし、ちょっとホームページも新しくしようと今画策してまして。画策してる。はい。ちょっと打ち合わせをね、したいなと思っているところなので、ちょっと発信力を今年はね、ちょっと自分のね、個人的なあれなんですけど、はい、やっぱり宣伝どんどんしていかないと、うん、誰も、ね、反応してくれないということで、なるほど、なるべくこう頑張っていきたいなと。で、新しくホームページができたらちょっとブログとかも復活していこうかなと思ってますよ。まず場所から作るタイプ、ね、場所からね、え、はい、まずはいいと思います
聞いてんのか人の話聞いてんのか。まあまあちょライブまではちょっとありますけど、まあ、あの弾き語りライブ、そしてバンドライブの方もぜひ今から予定にね。最近さ、また急にすごいみんな早いのよ、決めるのが、決めるのが早い、予定決めるのが。はあはあ、昔はもうちょっと直前だったよね、ライブとか決めるのが。あ、ライブのスケジュールを皆さん早めに決める、うん、ミュージシャンの方がってことだよね。そうそうそう、まあ、なんかライブに来る人が自体が減ってるっていうのもあって、うんうん、あの土日にやっぱり集中すると、集中する、なるほど、うん、平日はなかなかもう行かないみたいな感じになっちゃって、で土日はもう知り合いでもね、うん、もう奪い合いみたいな、なるほどね、激しい状況になってるらしいです。まあ世間はね、コロナが第5種に格下げになるとなろうとしてる昨今ですが、うん、でもウイルスは変わんないからね。そうなんだよね、こっちが何類だとか言ったところで、うまく付き合って、はい、うん、行きましょう、行きましょう、ね、体調にはくれぐれもね気をつけて、はい、今年の目標は健康第一ですよ、健康第一、はい、ね、うん、というわけで、まあ、1月2回目のこんな感じですお送りしましたが、こんな感じです、はい、まあちょっとねぼちぼち来週ももし撮れれば撮っていきたいなと。どうですか、気まぐれ、ね、気まぐれですか、気まぐれなんで、はい、気が向いたら、はい、気が向いたら気が向いたら、そうそう、いや、はい、やりたいと思います、はい、忘れられないような感じでね、ちょっとこんなダラダラしたちょっとラジオ的な、うんうん、ラジオ的な、ラジオがダラダラしてるわけじゃない。今年あんまり喋らないって言ってて、やっぱり喋ってるよね。あ、そうだね、うん、なんかこの間言ってなかった、いいんじゃない、うん、なんか私は喋らないみたいな、私喋らない、ライブでは一切喋んないから、出たそんなことはないだろうお客さんがそこにいるとあってね、ライブが楽しみですね、はい、ですね、はい、では、はい、ということで、はい、またお会いしましょう。ビードローズでした。でした、またねSee you. See you. こっちのカメラが止まっても、こっちのカメラが See you. See you. 俺だけだ。開いた。いやー。